第211教育航空隊の O-6DO-6DA エビの墜落事故は2015年2月12日に宮崎県エビの市で発生した海上自衛隊 O-6DA ヘリコプターの墜落事故である。隊員3名が殉職した。海上自衛隊下のや航空基地の第211教育航空隊所属の O-6DA ヘリコプターが 訓練飛行中、鹿児島県北部の伊佐市上空で消息を絶った。翌13日に宮崎県海老野市の山中で、機体と共に隊員3名の遺体が発見された。同年8月7日、鹿屋航空基地は、機長の空間式出張が原因と発表した。当該機の機長かつ教官は A3 等会社で同乗者に B3 等会社。 操縦訓練生の C2 等階層の計算名が登場しており、いずれも第211教育航空隊の男性隊員である。飛行時間は A3 差はー2500時間長、B3 差はー4000時間長であり、共にベテランパイロットだった。訓練生の後方訓練のため、薩摩半島を経由しながら北上。しかし、出水市付近の天候不良により、 エビノ市上空を通過して、大隅半島を南下するルートに変更した。事故発生から、機体発見までの経緯は次の通り。12日午前11時5分、伊佐市上空付近を飛んでいるという通信を、鹿野基地と交信したのを最後に連絡が途絶えたため、自衛隊と警察は、航空自衛隊のレーダーから、ヘリの機影が消えた、市内の縦付近の捜索を行った。 13日航空自衛隊のヘリが墜落した機体を発見した。その時ヘリは機種を谷川に向けて大破している状態であった。同日中に遺体を回収した。その後検視が行われ3人の死因は外傷性ショック死と判断され、墜落時の強い衝撃が原因とみられている。墜落した機体の回収は16日に終了した。海上自衛隊は機体発見と同時に、 事故調査委員会を立ち上げ、原因解明にあたった。2015年8月7日、海上自衛隊は悪天候下で基調が空間式失調に陥ったことが原因と発表した。ありがとうございます。